どうもこんにちは、みーたんぐです。今回はじゃじゃん、編みぐるみの猫ちゃんを編んでみたいと思います。調べてみたら、編みぐるみ最後にやったのはフクロウちゃんを編んだ時以来だったので、それからずっとなんかかぎ針ケースだったり、モチーフが続いていたので、今回、いろんなモチーフアップ予定のモチーフを飛び越して猫ちゃんを先に紹介したいと思います。後ろはこんな感じになっています。で、まず必要なものなんですけども、まず糸ですね。好きな糸、これはベーシックコットン、今回動画ではベーシックコットン使いたいと思います。そして、中に入れる綿ですね。適量の綿で、かぎ針、とじ針で、今回はこういう風に立たせたい、置物にしたい場合だけなんですけど、底が丸くなっちゃうと立たないので、じゃん、これ、毛糸玉の中にあった厚紙ですね、なんですけど、これを使って、立たせたいので、手芸用じゃなくて紙を切れるハサミを使って切っていきます。これは最後に使います。あとは目をね、最後にお目目をつけるので、これは私は刺し目を使いますが、まあ、お好きな目だったりボタンだったり毛糸で目をつけてもいいと思います。でですね、これはこの子たちは同じ毛糸を使ってかぎ針の号数を変えて編みました。毛糸はこの去年の冬にセリアで100円ショップで買った糸なんですけども、プチジュエル、この糸を8号針と3号針で編んだらこの感じのサイズ感になりました。すごくモヘアというかふわふわなので、実際は細いんですけど、ここに書いてあるかぎ針は10号から7ミリって書いてありますね。10号っていうのはこれなんで、一番太いミリで言うと10号は6ミリから7ミリなので、さらに太いタイプですね。7ミリっていうのはさらに太いかぎ針を使用してくださいって書いてあるんですけど、実際はこんな細いので、結構これはでも頑張りましたけど、3号のかぎ針でキツキツに編むとこんな感じで、ちょっと固めですけど、このちっちゃいサイズも編めました。で、8号だと結構スカスカなんですけど、編みぐるみにしてはスカスカで中の綿が見えちゃうんですが、この毛糸自体がちょっと綿素材みたいなのが混ざっているので、何の違和感なく綿が見えていても可愛くできました。そしてふわふわなので、この糸おすすめだなと思ったんですけど、先日初めて、秋冬の毛糸が揃ったセリアに、うちの近くのセリアなんですけど行ったら、これ売ってなくって、もしかして今年はないのかなと、もし不安になっているんですが、まあ似たような糸でもいいと思います。こういうふわふわの糸で編むと編みにくいんですけども可愛くできるのでおすすめです。あと、ちなみに小判と手をつけて招き猫なんていうのも作ってみたりしました。はい、では早速、さっきも言いましたが、使用する糸はベーシックコットンです。これまた前回の M の時に使用したピンクのベーシックコットンの糸です。色番は13番ですね。こちらを使用して編んでみたいと思います。かぎ針は5号針でもいいかなと思うんですが、ちょっと中の綿が見えちゃうとあれなので、4号針で編んでいきたいと思います。はい、まずは輪の作り目ですね。こんな感じで、指にくるくるっと軽く糸を巻いて、こんな感じで持ちます。そしてまず輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきて、さらに糸を持ってくる、はい、そして立ち上がりの鎖編みを1回編みます。よいしょ、チェーン1、そしてこの輪の中に細編みを1回編みます。1シングルクロシェ、はい、そしたらいきなりなんですが、耳を編んでいきます。鎖編みを4回です。チェーン4、1、2、3、4、そして繰り返してかぎ針から数えて3個目に引き抜きます。1、2、3、スリップスティッチ、
そしたら中長編みをこの隣の次の目に、編みます。中長編みは1回です。 One half double crochet into the next stitch。 ここですね。この3本をいっぺんに引き抜きます。そうしたら、鎖編みを2回、チェーン2、そしてまた同じようにひっくり返して2個目、かぎ針から数えて2つ目の目に引き抜きます。スリップステッチ1、2、おっと、はい、こんな感じですね。そしたら同じところに中長編みをもう一回編みます。 One half double crochet into the same stitch。 はい、できました。で、鎖編みを一回です。 Chain 1。 そうしましたらこの最初の輪に戻ります。この中に細編みを編みます。 Single crochet into the loop。 よいしょ、はい、こんな感じですね。そしてさらに3回細編みをこの輪の中に編み入れます。 3 single crochet、 1、2、3。そしたらもう一度耳を作ります。鎖編みを4回です。チェーン4、1、2、3、4。そしてひっくり返してかぎ針から数えて3目目に引き抜きます。1、2、3。スリップスティッチ。よいしょ。よいしょ。そして、次の目に中長編みを1回。One half double crochet into the next stitch。そして鎖編みを2回です。チェーン2、1、2。そしてひっくり返して、かぎ針から数えて2目目、1、2、そこに引き抜きます。スリップステッチ into the second stitch。 そして、戻った同じ目に中長編みをもう一回編みます。One half double crochet into the same space。はい。そしたら次はですね、その前に編んだ細編み、ここに細編みがありますね。その前に編んだ耳を作る前に編んだ細編みです。この細編みに引き抜きます。ですね、ここ分かりにくいけど、スリップスティッチ into the single crochet。 よいしょ、はい。そして戻す、ここがちょっとややこしいですね。はい。そしたらあと3回細編みをこの輪の中に編みます。3 single crochet into the loop。 よいしょ、1、2、3。
そうしたら糸を引き締めましょう。グイッと。この短い糸を軽く引っ張って反応して動いた方の糸をさらに引っ張る。そうすると片方が引き締められて輪になりますね。で、さらにこの短い糸を引っ張って引き締めます。そしてかぎ針を戻して1段目を終わらせるために最初の細編みの頭に引き抜き編みをしましょう。どこかというと、ここになります。ここ耳の、すぐ手前という感じですね。ここに引き抜く、スリップステッチ、はい、そして次2段目に行きます。立ち上がりの鎖編みを1回チェーン1、そして根元に2つ細編みを入れます。2 single crochet into the same stitch。 同じ目に2つ、1 2、そしたら次の目がこの耳があって邪魔なんですけども、ここが目になりますね。ここ耳がこういう風にあって、ここに細編みを2回です。 2 single crochet。 into the next single crochet。 2、そして次の目にも2回 next stitch、2 single crochet。 はい、そして次の目にも2回です。 next stitch、 2 single crochet。 はい、そして次も、細編みが実はあるんですね。最後に引き抜いたりしているのでちょっと分かりにくいんですが、もう一回次の目に中長編みじゃない、細編みを2回します。 Next stitch, 2 single crochet。 耳と耳の間には4目細編みがあって、全部で2目ずつ入れるので8目細編みが入ったことになりますね。そして次はこの耳の向こう側なんですが、根元は、編まないで、こことここに細編みを2個ずつ入れていきます。ここは、引き抜いた目なので編まずに、こことここ、本当はここにもあるんですが、これは無視してこことここに編み入れます。そしてこれが引き抜いた目で、立ち上がりの鎖編み1で2段目の最初の細編みですね。 Next stitch, 2 single crochet。 ちょっと分かりにくいけど、ここじゃなくってここね、ここに入れます。ここじゃなくて、Next stitch. 次も2つ、2 single crochet。 そしてここが引き抜いた目で、立ち上がりの鎖編み1で、ここが細編みの頭、引き抜いてつなげます。
なので、2段目は2つずつ入れて全部で14目になっています、はい、続いて3段目に行きます。鎖編み1回で立ち上がります。チェーン1、そして根元に2回中長編みじゃなくて細編みをします。細編みを2回します。2 single crochet into the same stitch。 1 2、そして次の目に1つ細編みを入れます。 next stitch 1 single crochet。そしたら次の目に1回編みます。 next stitch 1 single crochet。 まず1回編んで、そして次、この耳、この耳がこんな風になっているんですが、右側の角っちょ、この角っちょにかぎ針を入れます。こんな感じで鎖編みになっている角っちょがあるんですが、入れてこの同じ、今細編みを1回編んだ目と同じところにかぎ針を入れます。 into the same stitch。 そして細編みを編みます。 single crochet。 よいしょよいしょ。はい、できた。これですね。これで耳の片方が つながりました。はい、そして次の目に細編みを1回です。next stitch 1 single crochet。 そして次に2回です。 next stitch 2 single crochet。 1 2、そして次の目は1回です。next stitch 1 single crochet。 そして次の目は2回ですね。 2 single crochet。 そして次は1回です。 1 single crochet。In next stitch。 そして次は2回です。 next stitch 2 single crochet。 そして次は1回です。 next stitch 1 single crochet。で次は耳を、入れていきます。この角。そして次の目ですね。次は次の目に入れますね。next stitch。one single crochet。そして同じ目にもう一回入れます。same stitch。single crochet。 で次の目は1回です。 next stitch 1 single crochet。 次は2回ですね。 2 single crochet into the next stitch。 そして次は1回です。最後ですね。1 single crochet。 そして次はここは引き抜いたところで、これが立ち上がりの鎖編み1回なので、ここで引き抜きます。 slip stitch。 はい、こんな感じで耳の部分ができました。
フクロウの時よりもちょっとややこしいですね、これは。ただこれ後で、編むよりは楽かなと思って考えてみました。ここからはですね、あとは簡単ですよ。あ、尻尾があるか。続いて4段目と5段目は増し目なしで編んでいきます。チェーン1、1つずつ、1つの目に対して1つずつ細編みを入れていきます。1 single crochet each stitch around next stitch、 全部の目です。ちなみに全部で21目になります。20回。でここですね、これは最後の目に見えるけど引き抜いた目なので編まずにここまで細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで21目細編みが編めましたね。ここが引き抜いたところ、立ち上がりの鎖編み1回で、この細編みの頭に引き抜いて4段目が終了。5段目も同様に鎖編み1回で立ち上がってチェーン1、細編みを1つずつ編み入れます。増し目なしでぐるっと21目になるように編んでいきます。 Each stitch around、 はい、5段目までできました。かわいい。はい、では6段目、6段目で減らし目をしていきます。立ち上がりの鎖編み1回は同じです。チェーン1、そして根元に細編みを1回、 1 single crochet、 そして次で減らし目をします。 decrease、 かぎ針を入れて糸を引き抜いて、さらに次の目にかぎ針を入れます。 next stitch、糸を持ってきます。でこの3本を一辺に引き抜きます。よいしょ、これで1目減りました。そして次は、細編みを普通に1回編みます。 next stitch、 1 single crochet、 そして次で減らし目をします。 decrease、 これを繰り返していきます。1、次も細編み1回ですね。 next stitch、 1 single crochet、 で次が減らし目、 decrease、 ぐるっとここまで減らし目をしながら編んでいきます。最後ここまで来たら引き抜きます。でちょっとこの糸さんをここに入れちゃいましょう、邪魔なのでね。次が7段目、7段目も減らし目をします。7段目はまず立ち上がりの鎖編み1回、チェーン1、全部の目で減らし目をします。 decrease、 まず根元にかぎ針を入れて引き抜く、そして次の目、next stitch、 decrease、よいしょ、ノーカットでいきます。
全部で最後は斜めに、斜め、7ですね。7個の目になります。最後ですね。ちょっとやりにくいけど、1、2で、綿を入れちゃいたいので、最後引き抜いちゃうと狭くなっちゃうので、引き抜く前に綿を入れたいと思います。好きな量入れてください。後でまた入れられるので、まあ、大体これくらいかなってところでやめましょう。そして糸じゃないかぎ針を糸に戻して、ギュッと、そして引き抜きます。どこかというと、ここですね。ここに引き抜いた目があって、立ち上がりで、ここがトップ、頭ですね。細編みの頭、スリップスティッチ、はい、できました。頭の部分、ここ糸を切らずにこのまま胴体に編み進めていきたいと思います。8段目ですね。8段目は増し目をしていきます。さっき減らした分を増やしていきます。立ち上がりの鎖編み1回、チェーン1で、全ての目に2つずつ細編みを入れていきます。 Same stitch, 2 single crochet。 Each stitch around、 2個入りました。次の目、 Next stitch。 全ての目に2つずつなので14目になります。はい、全ての目に2つずつ入れて、全部で14目になったところで、引き抜きじゃなくて、引き抜きですね、引き抜いてつなぎます。スリップスティッチ to join。そして9段目、次も増し目をします。チェーン1、鎖編み1回で、根元に2つ入れます。2 single crochet。1、2。そして次の目には1つ。1 single crochet into the next stitch。そして次の目は2つです。Next stitch, 2 single crochet。交互に2回、1回、2回、1回。こんな感じで増し目をしていきます。次が1回、Next stitch, 1 single crochet。2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet。One single crochet。 ここまで編んでいきましょう。ぐるっと編めたので、引き抜きます。最初の細編みの頭で引き抜いていきます。全部で21目になりました。でここからもう増し目はしません。次10段目ですね。10段目と11段目、12段目まで増し目なしで編んでいきます。チェーン1、そして細編み、根元に細編み1回ずつですね。1 single crochet each stitch around、 で10、11、12段目まで増し目なしで編んでいきます。はい、12段目まで編めました。こんな感じになってます。
で、13段目は尻尾を編み入れます。でも増し目なしは同じです。まず鎖編み1回チェーン1、そして根元に細編みを1回、 same stitch one single crochet、 そして次の目にも細編みを1回ですね、 next stitch one single crochet。これはですね、ちょっと歪んでいくので2回細編みを入れてるんですが、これ見てちょうどこう真ん中に来るところで、今2回目ですが、ここで尻尾を入れたいと思います。真ん中に来るところで尻尾を入れます。で今細編みを、2回編んだところなんですが、ここから鎖編みを、好きな長さでいいんですが、私は101回鎖編みをします。チェーン10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そしてひっくり返して2個目の裏山に引き抜きます。スリップステッチ into the second stitch。で次の next stitch、 9回になります。9回ですね。全部引き抜き編みをしていきます。こんな感じですね。そうしたら、次の目に細編みを編み入れていきます。 next stitch one single crochet、 普通に編んでいきます。 each stitch around、 1個ずつ細編みを入れてここまで編んでいきます。はい、ぐるっと一周したので引き抜いてつなげます。次14段目、14段目は減らし目をします。チェーン1、まず根元に1回細編みを入れます。 one single crochet、 そしたら次の目とこの尻尾の次の目、ここで減らし目をします。 decrease、 まず次の目にかぎ針を入れて next stitch、 で尻尾がある次の目、ここにかぎ針を入れます。よいしょ、そして引き抜く、はい、で次は普通に1回、 one single crochetInto the next stitch。 で次は減らし目です。 Decrease、 交互に今回も編んでいきます。次は1回、 next stitch one single crochet、 Decrease、 次は減らし目です。で全部で14目になりますね。ぐるっとここまで編んでいきます、はい、ぐるっと減らし目ができたので引き抜いてつなげます、はい、そうしたらここで綿を入れます。この時に頭の部分に綿をもうちょっと入れたい時はこうキュッキュッて押し入れてあげてもいいと思います。
そうしたら、じゃん、これですね。この厚紙の登場です。まあ大体で切っちゃって、適当になっちゃうんですが、この形ぐらいの大きさ、これぐらい、これよりもちょっと大きいかなぐらいに丸く切ってみます。はい、こんな感じ。うん、ちょうどいい、ベストですね。もちろん鉛筆でね、こう書いてから切ってもいいと思います。で、この白い方がここに入れちゃいます。よいしょ、ギュッと綿を押し込んで、こんな感じね。で糸を戻します。ぎゅーっと引っ張って、はい、そしてここで、最後の段、15段目を編んでいきます。全部の目で減らし目をします。まず鎖編み1回、チェーン1、そして根元から減らし目、ディクリース、よいしょ、ネクストスティッチ、そして次の目、next stitch、decrease、最後ですね。よいしょ。はい。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。スリップスティッチで糸を引いて、適当な長さでカットします。こんな感じですね。で、こういう、さっき最初紹介しなかったけど、手芸用のボンドでちょっとくっつけたいと思います。くっつけなくても多分大丈夫だと思うんですが、こうやって入れて、斜めに入れて、おっと、ぐるっと入りましたね。で、とじ針で閉じていきます。中のボンドがついちゃっても、とじ針についちゃっても問題ないので、こんな感じに入れて、よいしょ、よいしょ、感じでいいかな。で、キュッと
絞って、で、適当に糸を渡していきます。こんな感じですね。で、玉留めをして、同じところに刺して適当に、ほんとこんな感じで、ここボンドがちょっと出てきてるけど固まればいいかな、完成。根元でちょっきり、こんな感じで本体は完成です。耳、まあ立ちますね、これで立ちます。はい。で、首輪のつけたい方は毛糸でこんな感じでつけて、あとは目ですね。目はどのサイズにしようかな。目ちっちゃくても大きくても可愛いんですけど、眠っている目でも可愛いですね。糸で眠っている感じにしても可愛いし、目の位置は上にして上目遣いが可愛いかな。この耳の部分がややこしいだけでね、あとは結構簡単に作れると思います。一回入れて刺して、毛糸なのでボンド一回刺して、土台をこういうふうに固めてから、もう一度、ボンドを、もうちょっと乾いてからがいいんですけど、もう一回ボンドを入れて感じで刺す。こっちも一回入れて、刺す。感じですね。はみ出たのは拭いても拭かなくても透明になるので大丈夫だと思います。できたー。かわいい。ちょっとやっぱ首輪もつけようかな。首輪は今回は緑にしてみたいと思います。で、2回1 2回くらいかな。こんな感じか、こんな感じで糸を適当に切ります。そしてで、とじ針を使って、結んでも可愛いんですけども、適当に消えますね。でもう片方も同様に、できました。お口はあえてつけないでいきたいと思います。可愛いですね。私後ろ姿も気
に入っています。もうちょっと尻尾長くてもいいかなっていう方は10目じゃなくってもうちょっと鎖編みを編んでみてください。こんな感じで猫ちゃんの着物の編み方ですね。あ、かわいい。あ、映ってない。また機会があったらこのなんだ招き猫もちょっとこの手のあたりとか紹介してきたらなと思います。ストラップにしたい方はですねここつけなくても丸いだけでもいいかなと思いますので自分の好きな猫ちゃんを編んであげてください。それではまた、みーたんぐでした。チャンネル登録もいいねもしてね。じゃあねー、バイバイ。